一人のために歌おう。こんにちは、ケコレです。今日私は、川島愛さんの明日への扉という曲を、歌いたいと思います。なんでこの曲にしたかというと、すごく思い入れのある曲で、歌詞がすごいピュアだったりとか、メロディーラインとかすごい好きで、小さい頃から好きな歌なんで、この曲にしました。で、誰に向かって歌うかっていうのをすごく悩んだんですけど、自分の未来の結婚する旦那さんへまだ予定はないんですけど、そういう恋愛の忘れちゃいけない気持ちとかがすごい込められてるんで、気持ちを込めて歌いたいと思います。それでは聴いてください。一人のために歌おう。アクセラレーター。